パリオリーグは11日、2023年開業の日本ハムの本拠地、エスコンフィールド北海道のファウルゾーンが公認野球規則の規定に違反していたことを受け、アグリーメントの改正を発表した。今後、プロ野球の本拠地球場を建造、回収する場合に本塁からバックネットまでの距離を18、 2 8 8ル以上を推奨するが、1 4ル未満にすることはできないと記載。公認野球規則では60フィート、18、2 8 8ル以上を推奨するとだけ記載されている。また、球場の左右両翼が9 6ル未満、中堅は1 2 0ル未満にすることができないことも明記。現在、横浜スタジアム、 両翼 94m、中堅 118m、甲子園球場、銅 95m、銅 118m が規定を満たしていないが、回収の際には規定を満たす必要はないが、回収前の最短距離以下に短縮することはできない。